よし。次。クリアベール。フォーン城。クリアベールは、ない。クリアベールはないと思った。多分。あれだよね。空飛ぶベッドのところだったっけ？多分なかったと思ったけどな。どうだったっけかな。フォン城は、いやー、ここはないよね。こっち行くと、鏡姫のとこ行っちゃうだろうしな。封印されてたところ。ああ、ほ、銀行か。ATM。で、ここは封印されてたところでしょ？あほ、あー、なるほど。もうあれなんだね。観光客がいっぱいいるんだね、これね。うん。なるほどね。どうしようか。ここはあんまりなさそうですね。どうしようかね。まあ、なんもなけりゃなんもないで、また次飛ぶんだけど、ちゃんと確認はしておく。なんもなさそうだな、これな。はい、今最高につまらない時間帯になってますけど。どうだ？王様の寝室に勝手に入っちゃったぞ。なんもないですね。はい、じゃあ飛びます。フォンジョペスカにマウントすのもなんもないと思った。ライフカットロンガですよ。ガンディーノもないんじゃないかな。いや、王様のところ、ちょっと行ってみようか。よし。どっかないかな。どっかないか？ あんまりね、ここの、王様ってね、あったけど、小さなメダルでもいい。つぼっく。ここの王様ってあんまり印象ないんだよね。なんだったっけ？あんまりこう、イベントっていうイベントがなかったから、あんまりね、印象にないんだよな。ゾンビ斬り全然効かねえ。こいつ、かってえな。クソかってえな、こいつ。テリーの方がほんと早く動くね、これね。ええー。まだ？いや、そこザキが怖い。いや、もうそろそろじゃない？まだか。ちょっと待って、結構 HP 高えぞ。いやいや、結構 HP 高えぞ、こいつ。ちょっと待て。ちょっと待て。これでどうだ？いきます。いきます。ゾンビ斬り連打。オッケー。いやー、こいつ、見てくれ、こんなだけど、HP 高え。いや、結構与えたよ。オッケー、オッケー。剣豪、はやぶさ斬り。こっちは？
前は娘をさらっと生きても褒められ忘れ牢に入れられるなんてことはなかったのに、あ昔は良かったな、くそ、あそういうことか、銀泥組とまあ癒着してたからね王様、そういうことか。まあこんなもんか、こんなもんなのか。もう宝はない。なさそうっすね。あでもこっちはどうだったっけ。あーはい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 、風呂ね、風呂、露天風呂。こっちはどうだったっけかな。こっちはどうだったっけ。なんもないね、なんもないっすね。なんかしょぼいな。ああ、そうだったそうだった、交代後だよね。地下牢には近づくな、おぞましいままの閉じ込めてある。あれ行ったよな、あれどうだったっけ。行ったよね確か、地下牢なんかそんなのいたっけ。やべえ、ちょっと覚えてねえな。まあいいや。じゃあ大体もうお城っていう城は回ってきたけど、上の世界行ってくるか。ここかな。これはただの抜け道だよね確かね。魔物なんていやしませんよ。あ、こっちからこう行って、これはここは来てないな。ほう、よくここを見つけたな。ここは俺たち銀泥組の隠し味とだ。もっとも今じゃ何の役にも立ってないがな。あー、オッケーオッケー、来てよかった、来てよかったわ。オッケーオッケー、でこれ開けます。祈りの指輪、あざーす。これは貴重アイテムだ、貴重アイテム。よし、じゃあ次行こうか。はい、どうもこんばんは。ガチャ動画ありがとうございます。見ていただいてね、ありがとうございます。うわー、ほんとね、もうめちゃくちゃへこみましたわ、もうガチャ動画もうね。はい、もうしばらく本当にあのガチャ動画でも言いましたけど、本当にあのもうなんていうの、ミスリール回収作業に没頭しようかなって本当に思ってます。はい、もうね、星6魔石はもういいやっていう感じで星6魔石に挑みたいがためにガチャをするんじゃなくて、ガチャやった結果星6魔石挑めればいいなみたいな、そういう感じでいいんじゃないかなと思ってますねはい、ちょっと関係ない話になりましたけど、よし、上の世界はねそんなにお城ってねないんだよ。ライフコットとはない、シエナもない気がしたな。あれどうだったっけ。レイドック、ちょっとレイドック行ってみようか。ここはあるでしょう、何かしら。ここは
何かしらあるでしょう。楽しみだね。通して通して。いやいや、あなた方はここにある宝をご自身、あ、はいはい、ありがとうございます。捨ててこ、いらねえ、いらねえ、捨ててこパンツいらねえ。うん、まあいいや。ちょっとどいて。売るからいいか。まあ小さなメダルもらえただけでも、よしとしましょう。こっちは、なんか、あ、大臣。ムー、長い間ここに入れられてるうち、なんとなくわしが本当に悪いことをしていたような気がしてきたぞ。はて、しかしそれが何であったか、もう一つよ、うん、もう一つわからんのよな。料理人見習いの彼女は頑張っているでしょうか。実はくじける心を少し分けてあげたんです。あ、内緒ですよ。これ夢の世界だよね。現実世界の下番ってどうなったんだろうか。どうなったのかな。まあ、ちょっとわかんないけどね。よし、じゃあ次は、ステーマ城ダーマ神殿カルカド、メダルをクリアベール、魔術師のと格闘場、占いの館、カルベローナ、ゼニスの城。オッケー、まあまあベラナスからないですね。メダル王の城行くか。オッケー、よし。あとはひょうたん島だよね。ひょうたん島にもなんかあったような気がしたから。何枚になった？ああ、結構いったね。神秘の鎧、オッケー。これも強いんじゃない？はい、メタルキングヘルム。いや、これめちゃめちゃ強いやつでしょこれ。はい、不思議なボレロ、これめちゃくちゃ強いやつだよね。神秘の鎧、アーモス、いや、アーモス強くなるな。ハッサン、チャモロ、あ、チャモロも装備できる。テリー、ミレイユ、あ、もう全員装備できるな。これ逆に厚手の鎧とか刃の鎧ってさ、これ他のキャラ装備できるのかい？ちょっと今ここで装備ね、いろいろやったりするけど、この王様の前で。厚手の鎧、いや、まあ、これ弱いやつだからな。あ、やっぱミレーユとかは装備できないんだね。チャモロも装備できない。ハッサンの刃の鎧は、あ、やっぱチャモロ、ミレイは装備できないんだな。だが、しかし、神秘の鎧は、チャモロも、ミレイも装備できる。いやー、この辺装備させてあげたい。かっこよさもめちゃめちゃ上がるね、これ。これ、ベストドレッサー、ちょっとまた、もう一つ二ついけそうな気がしてきたぞ、これ。バーバラも装備できる。バーバラね、全然。いや、バーバラにつけてあげてもいいよね、これね。これだって、バーバラの出番もさ、絶対どっかで来るでしょうよ。スラリンは装備できない。とにかくバーバラ、神装甲だからな。よし、じゃあ、お前、バーバラ、お前装備しろ。お前が装備をしろ。よし。メタルキングヘルメ。これも一番強いでしょ、これ。ねえ。セバスの兜より強いし。ところが、主人公には装備させないぜ。それこそテリーとかでもいい気もするけどな。テリーだって絶対これ出番来るでしょうよ。レイユ、チャモロは装備できない。ハッサン、アモス、いや、もうぶっちぎって強くなるよね、この辺ね。硬くなる。プラチナヘッド、
プラチナ、どうしようかな。どうしましょうかね、これね。鉄仮面、鉄仮面。いや、テリー、じゃあお前つけろ。お前にやる、その代わりお前ちょっと強くなれ。プラチナ、ドラゴンメイルよりプラチナメイルが強い。祈りの指輪。祈りの指輪って装飾品なんだ。え？そうなの？ MP 回復じゃねえのかい？そうだったのか？まあいいや。OK。OK、OK。よし、あとは、ひょうたん島だ。違う。どうしたら中に、X ボタンかな？あれ？ B ボタン。あ、OK。よし。よーし。これは、こっち。これはなんか、ね、どっかにいるでしょう。なんか、メダル落ちてんじゃない？落ちてない。落ちてない。魔法の聖水。小さなメダル。さあ、この真ん中いいやつ。なんか、魔人の鎧来たね。これ強いんじゃない？これ、魔人の鎧、これ呪われてるとかはないよね。いやでも強いな。この爆発的に強くなるやつってなんか怖いんだよね、これ。なんか怖いよね。大丈夫かな。ちょっとテリーに飛びさせてみるか、これ。テリー、お前行け。あ、大丈夫、呪われてない。よし、これでテリーだいぶ戦えるようになったんじゃない？ねえ、だいぶ戦えるようになりましたよ、これ。テリーは本当はあのドラゴン引き換え剣とか言われてるけど、弱いって言われてるけど、いや、こいつだってね、ちゃんと育てれば普通に戦えるんだぜ。ちょっと最後の鍵とこれ袋に入れてやって。で、プラチナメイルを誰か、アモス、ハッサン。あー、この辺装備できねえんだ。アモス、ハッサン、アモスだな。はい。ガラスの靴は装備できない。はい。っていうのはですね、今これ、アモス・ハッサンがバトルマスター終わったら、次はまあ、何にするかまだ考えてないけど、勇者を目指していくんで、魔法使い、僧侶、踊り子、盗賊、魔物、使い、商人、遊び人。まあ、どれにするかわからないけども、まあ、いわゆるその、アタッカーの職業じゃなくなるわけですよ。って考えたときに、やっぱりテリーを使っていきたい。バトルマスターなんでね、テリーは。これから伸び盛りですから。はい。で、主人公が今、勇者何段階？ 1、2、3、4、5段階目でしょう。だから、勇者とテリーの2枚で攻めるっていう。まあ、そういう感じで考えてます。はい。で、主人公は勇者が終わったら、次は、パラディンと魔法戦士をちょっと狙っていこうかなと思ってるので、戦士、武道家、魔法使い、僧侶、このあたりをちょっと狙っていきたい。どっちにしようかな。パラディンでいこうかな。武道家かな。はい。武道家で、おそらく次武道家で行くので、まあその前にクリアしちゃうかもしれないんだけどね。うん。まあでも裏面もやるつもりなんで、
そういう感じですね。もうバーバラは賢者でしょ、次目指すのは。で、ミレイユ・チャモロがこれ賢者マスターしちゃうと、今度いよいよ持ってバトルマスターかレンジャーかスーパースターを狙っていかなきゃいけないから、はい、あの魔法ジョブがいなくなる、あの FF でいうジョブ魔法ジョブがいなくなってしまう。そこにバーバラを当てる。多分ね、チャモロ、ミレイユ、この辺一気に MP 下がると思うんですよ。まあだからそこをうまく主人公のハッスルダンスとかでやりくりするって形になるけど、まあ難しいっすねこの辺のね。だからこの一番最初のなんていうの、上級職っていうのは割とこうそのキャラに合った職業でこう回せるけど、その次ですよね、一気にこう逆転しちゃうというか、物理と魔法が、そこがねちょっと難しいところですよね。よし、じゃあダーマ戻るか。まあ、時間もいい感じなんじゃないですかね。2時間やったし、ちょっとあのペガサスね、あのまだ保留になってるんだけど、まあまあいいでしょう、次回以降でね。15回、40、ああ遠いね。44回、35 16 46、ああ、でもここ超えれば、ここ超えればもう一気にみんなマスターに行くんじゃない。ここマスターするでしょう。ここマスターして、ここもマスターするよね。チャモロとミレイユもマスターするだろうし、ここスラリンもマスターに行くな、これ。はい。バーバラはまだかな。でももうだいぶ近いっすよね、こいつもね。よし、オッケー。はい。よし、まあまあまあ、いいでしょう。ちょっと今回あんま進まなかったね。あの、後半ほとんどあの宝箱を開ける旅に出てたんで、あんま進まなかったけど、じゃあ次回ね、なるべくあの、日数開けないようにはやろうと思ってますけど、かなり仕事が忙しくて、夜時間取れない状況なので、まあ、まるっと一週間できなくなるか、まあわからないけど、なるべく時間取ってやろうとは思ってます。はい、なので次回の配信までお楽しみにということでね、また次回、配信さねするときまた来ていただければ嬉しいっすね。はい、次回はじゃあペガサスを復活させるというところでやっていきますね。はい、よし、じゃあもう寝ましょう。1時近くだからね明日もう仕事あるでしょうから。はい、じゃあ今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。